はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。このチャンネルでは、アスタタタリクス、FSM エバークライス、レスデリーナのアトリエなどのアプリゲームの攻略実況を生配信を行っております。また、不定期ではございますが、コンシューマーゲームの RPG、ペルソナなどの、RPG などの、実況生配信、そして、スパロボ Z の縛りプレイなど、多数の、動画を、投稿させていただいております。ぜひ他の動画もご覧ください。というわけでアスタタタリクスやっていきたいと思います。はい、まあアップデート終わりました。まあ先日のね発表からが経ちましてアップデートを終えたわけなんですけれども、アップデートの予告通りシステムをね、経験値システム、フリークエストのシステムをそのまま使用にするっていうところで、事前の告知通り、まあメインストーリーの2周目以降実装で、ハード機能実装、カメラの保存、これも結構嬉しいんですよね。僕にをいつも使ってるんで、これも便利ですね。ユニットを選択すると1回画面外というか行動外を選択してから他のキャラを選択するとやっと見れるみたいな感じだったんでね、これとかも便利かなと。あとはデイリーミッションね、冒険ポイントミッションのところね、あれなんだろう、一括で受け取れるときに一緒に受け取れるともっと便利なんですけど、まあだから結構見逃してる人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあこの回収はすごくいいのかなっていうふうに思いました。まあね、もともとなんか光ってるのも小さく、ちょっとね、目立たない感じに光ってたんで、まあこういう形でね、目立つようになればね、星5メダルがね、星5スタイルメダルがもっとたくさん手に入って、もっとたくさん手に入ってとおかしいか。もっと、漏れなく手に入っていくんじゃないかな。あとは、まあ、ちょっと、なかなか気づかないところなんでしょうね。警備なんとか書いてあるってことは。で、今回、フリークエストもハードの難易度が追加する予定だったんですけれども、それがね、ちょっと延期になったということで、まあ、ちょっと理由はわかりませんが、まあ、それもね、軽減値関連のことなのではないかなっていうふうに思いました。まあ、現状、なんだろう、僕まだ、最後のアバロンを、クリアしてないんですけど、これを、一人で、まあ、5個かな ?5 個 AP 使って周回すると49まで上がるらしいんですよ。それを考えたときに、フリークエストハードの経験値を最初の段階から、例えばまあ、ハードやれるのをどっからにするのかとか、多分そういうことなのかなっていうふうには思いました。で、あとはまあ、ちょっと想像がつかないんですけど、例えばじゃあハードのこのランスロットの授業で、どのぐらい経験値もらえるのかとか、ぶっちゃけ、ここぐらいじゃないかなとか思ったりはするんですけどね。まあ、そこら辺とかはもしかしたら、まだ明確にピシッと決まってないのか、それとも単純にね、経験値、取得してもらう経験値っていうのを、もうちょっとこう抑えていくっていうところなのか、ちょっとわかんないんですけども、まあまずはストーリーで、ハードを体験してもらってからっていうことに、落ち着いたんだとは思います。ちょっとね、ここら辺の経験値関連のところでね、まあ運営さんも、いろいろ悩んで、ユーザーにとって一番いい方法とは何かっていうところでね、今回の形に落としてくれてはいるので、で、このアップデートの内容に関してはね、それ以前に、まあ決まってた情報だったんだと思うんでね。まあこういう形で。なので、まあ前回ね、動画で、まあ経験値周りのことでね、基本的にはまあゲーム楽しくっていうふうには思ってるんですけども、ちょっとまあ言い過ぎてしまったなっていうところだったりとか、まあ改めて考えてみたら、システムを変えるよりも、経験値周りのシステムを変えるよりも、このままにして、今後のね、ハードとかベリーハードとか、校内のクエストとかの、まあ、難易度を調整する方が、まあ簡単だし、運営の工数が減って、まあ何よりもね、ユーザーの満足度っていうのが、まあ変わらない。だから下がることがないことを考えてのことだったのかなって考えるに至ったんで、いろいろ意見いただいてね、ありがとうございました。言い方は悪かったんですけど、ただ、まあ今回はいい内容だったとは思うんですけど、ものによってはね、変えなくてもいいことに対して声がたくさん上がったから、いわゆるお寝床みたいになっちゃうこともあったら、まあ運営がね、フラフラしちゃってるっていうか、自分たちでこうなんですって決めたことが、誰かの意見ですぐフューって動いちゃうような運営だと不安だなっていうところがあるので、お寝床っていう風に表現したっていうところで、まあ言葉、そこに関してですね、言葉足らずだなっていう風に思ったんで、まあ非常に申し訳ございませんでした。
ということで、今回の件に関してはこれで話終わりにして、まあ、これからね、未来に向けて期待だったりとか、あとはね、今まで剥がしてる通り新規の方に楽しんでもらえるようにやっていきたいなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。ということで、まあ、このフリー、今後なんですけれども、イベントで、シナリオイベントでね、イゾルデのイベントが来るみたいですね。ストーリーでもね、イゾルデはちょいちょいで出てくるけど、トリスタンとの関係っていうのが、まあ、ちょっとね、なかなか匂わせとかも ないんだけど、ただ、ストーリー進んでいくと、まあ、ルートによって、だと思うんですけど、トリスタンとね、イゾルデのこう関係がね、チラッと垣間見えるようなところもあるので、まあ、そこら辺がね、深掘りされてれば、まあ嬉しいなっていう感じですね。まあこうやってね、円卓の騎士に関する深掘りするようなシナリオとかもね、ちょっと大歓迎だなって思うんで、メインストーリーのね、ネタバレにならない程度に、まあやっていただければ、まあ非常にいいのかなっていうふうに思ってます。10月5日の3時からってことで1週間後か、そっから約3週間 ?4 週間か、にわたってイベントを開催されるというところなんでね、まあこちらも楽しみにしたいなと思います。で、とうとうね、新語。これ、まあ、工場ガチャになると、に入ってくると思うんですけど、新星語スタイル。イゾルデ、TS フェイルノート。ということで、星さんのイゾルデは、明治なんですけれども、ただ、まあ、新しい年相も実装されるという感じで、イベントもね、早くやりたいですね。で、2週目の公開キャンペーン、ストーリー AP0 キャンペーン。これはもう、新規の方にはもう、本当嬉しくてしょうがないですね。まあこれはもう本当ぜひね、今現状ストーリー1周目終わってない方もね、ガンガン進めて2周目に、突入していただきたいなと思います。あとこれ AP チャージめっちゃくれるという、AP をゼロにするって言ってるのに AP チャージをくれるっていうね、とにかくたくさんプレイしてくれというね、気持ちですね。まあそれがすごい伺えていいですね。であとはまあパックが追加されるのか。ガチャがね、2週間に1回ぐらいで、ちょっと一旦、こう、落ち着いちゃってたんで、ここでまた、新キャラ来て、ガチャ引く回数とかね、増えていけば、また、楽しくなってくるかな、っていうふうに思いますね。で、内容というか、結構ね、面白いな、っていうふうに思ってるんですけど、まあ、さっき言った通り、イエーガーっていう感じで、探求も使えると。この、エイミングっていう、攻撃を仕掛けた時、自身の必殺12アップ、またクリアフォレスト、森林の移動コストが1位になる。だから、森林でも、普通の道と同じように歩けるっていうことですね。めちゃめちゃ奇襲できるっていう感じですね。デュアル状態でない、かつ、味方ユニットが隣接してない場合、必殺が15アップする。だから、この状態にすれば、必殺が、このエイビングも含めて、27上がるってことなんですよ。どんだけっていう感じなんですよ。サーマスも、物攻と、必殺が上がって、かつ、射撃強化30がついた。だから、リオネスの年相と、年相に必殺がついたみたいな感じですかね。なので、まあ、イエーガーの、イゾルデ、まあ、結構強いなっていう感じしますね。クリティカルアタッカーっていう。で、年相が、まあ、シナジーが強いんですけど、まあ、闇属性のユニットの物攻が 25% アップ。で、さらに物攻30と、必殺23。で、射撃強化33っていうことで、これをイゾルデに持たせると、バカほど火力を出せるという。しかもこれもね、射撃強化10までかな。うん。これはやばいと。で、さらに言うと、この、闇属性ユニットの物攻 25% アップするって、まあ、かなり強くて、星5には、これ2体目なんですよ、闇。で、モルドレッドがまずいるんですよ。で、モルドレッドって、実はね、攻撃力が高いだけじゃなくて、必殺も高いんですよね。技が上がりやすくて。で、さっきの 23% アップって言うんですけど、50になっちゃうんですよ。で、これって、クリティカルアタッカー、であるクレアとかよりも全然高くなっちゃうっていう。クレアもっと上がるんで、ここの部分もっと上がるんですけど、でも29なんですよね。だから30は超えると思うんですけど、これちゃんと上がっていけば、運と技が。だから物攻も高いし必殺も高いってなると、もうあとはね何も怖くないっていう。
防御力さえ積んであげれば、スタマスとかで防御力積んであげれば、モルドレッドはかなり強くなるっていう。で、あとパーシバルですよね。パーシバルって、トリックスターって言って、こう、技が高くて必殺が上がりやすいんですよ。だけど、攻撃力が上限が68っていう形で結構低いんですね。だから、ボードだったり、粘装だったりとかで持ってあげないと、まあ、火力出ないんですけど、これが、必殺上げてあげることで、ね、全然気にすることなくなるし、で、高速がとにかく高いから、これを活かせれば、2発連続クリティカルって感じになれば、全然遜色がないというか、まあ、それほどね、それこそね、さっき例に挙げたクレアとも、遜色なく戦えるかなっていう感じはするんで、まあ、パーシバルとかもパワーアップするなっていう感じですね。まあ、ガレスとかもそうですね。ガレスが必殺はそんな高くないけど、力は上がるっていう風に考えるものなんですけど、で、ハンマー。で、ハンマーって火力が高かったりするんで、一撃必殺みたいな感じにさせやすいのかなっていうところで、この、ちょっとね、若干使いづらかった闇属性っていうのが、より使いやすくなる。急に使いやすくなるみたいなところがあるのかなっていう。リオネスのスタマス見ると、命中必殺、必殺か。で、射撃強化20。だから、まあ、明らかに上位互換ですよね。だから、リオネスとかに装備させてもいいし、射撃なんでね。まあ、すごくいいですね。両方ともできれば欲しいですね。であとは、イゾルデ、星さんイゾルデの保有スキル、そうだね。必殺2アップ。いや、すごいね。そうなると、この、星さんイゾルデのね、ボードでキラーアップを覚えさせて、みたいなのが、イゾルデ手に入ったら、やりたくなるんでね。まあ、これはかなり使いやすいキャラクターになりますね。はい。まあね、ぜひ、余裕がある方はね、ゲットしてもいいんじゃないでしょうか。まあ、モルドレッドがあるなし、関係なくね、使えると思います。トリスタンで。で、これが2から3。別に命中率がね、劣るわけでもないっていう。威力が、どうなんだろう。ちょっと低いのかな ?17。変わんねえか。変わんないっすね、弓と。むしろ弓より高いか。なので、結構強いっすね。2から3で。まあ、命中は、ノーマルだと命中は上がりませんが。まあ、そんな感じで期待できるね、新人が現れたということでね。2章、2週目。こちらの方もね、楽しくできるんじゃないかなと思います。はい。ちょっとね、自分はちょっと欲しいですね。はい。まあ、どちらにしろ、なんか、2周目は、今まで使ってなかったキャラ使おうと思ってるんで、なので、そこら辺も試しやっていきたいなと思います。あれもそうかな?あれ?エクセリアもそうかな?エクセリアは氷か。エクセリアはライフルですね。ライフルって直線しか撃てないから、ちょっと使いにくいんですけどね。ああ、そう。イゾルデの、もっとすごいところだ。あった。このゲシュタルトバースト。明けの勝ち星。これがね、クソ強いっすね。こう、マップ兵器みたいに、スパローでいうマップ兵器みたいに攻撃できるんですけど、他のスキルって、この橙色の部分、で割合低いじゃないですか。30% とか。だけどね、80% なんですよね、マックス。これは、ちょっとやばいよね。通常攻撃の 80% ってことなんで、100与える計算で考えると、80与えられるんですよ。この範囲内の敵全部に。これはちょっとやばいよね。これは、まあ、壊れきたかもしれないっていう感じではありますね。うん。星5じゃねえや。5体編成で、15体ぐらい相手にしなきゃいけないシナリオとか出てきたときに、まあ、すごい役に立つかなっていう。前にタンク置いて、それの後ろで、ね、イゾルデで、こう、狙撃するみたいな感じとかもね、やりやすいと思うんでね。まあ、非常にこう、面白いなっていうとこですね。はい。というわけでね、楽しんでいきましょう。最後にチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。